にちは、みなとみらいです。前回の動画でなぜか名古屋関連のリクエストがめちゃくちゃ多かったので今回は名古屋を作ります。この広大な真緑の虚無がこれから名駅周辺になる予定の場所です。ちなみにここに来るまでに何回も死にまくったり、なぜか落ちたり、上空数千メートルまで飛ばされてきたばかりの濃尾平野で迷子になったりしたので、今回からしばらくリクエストに応える気力は消失しました。気力が戻ったらまたリクエストを受け付けるかもしれないし受け付けないかもしれません。そして今作ってるのは愛知県で名古屋城の次に有名な建物だと思われる JR セントラルタワーズです。名古屋駅直結のツインタワーで、見ての通り低層階は完全にハリボテです。おそらくですがこの中のどこかに東海地方の人間なら大体知ってるであろうあの金時計があるものと思われます。次に作るのがミッドランドスクエア、東海地方で一番高いビルらしいです。実際の建物はこのガラスの色が緑寄りの色で、この緑系ガラスをマイクラで完全再現することはほぼ不可能なんですよね。僕は裏側にダークプリズマリンを置くことでなんとかそれっぽくしようとすることが多いんですが、それでも完璧ではないのでこれ系のビルの正しい作り方はまだよくわからないですね。撮影外で屋上や低層階も気持ち程度に作ってレンダリングしたものがこちらです。とりあえず大まかな形は外してないと思いますが、色がやっぱりまだ気になりますね。ちょうどこの色のガラスが欲しいです。次は大名古屋ビルジング。この建物は高層階にランダムな線のデザインがあるんですが、そこの素材を何にするべきか結構迷いました。そこが結構重要なところな上少し素材が変わるだけでも結構印象が違ったので、最後まで慎重に素材を選びました。なお低層階はものすごい手抜きです。次に JR ゲートタワーと JP タワー名古屋を同時に作ります。この2棟はどちらもそんなに特徴のない高層ビルですね。こういう普通のビルが個人的に一番好きなんですよね。こんな感じのばっかり大量に並んでるめちゃくちゃ普通すぎる街が作りたいです。 JR ゲートタワーの高層階は作ってる途中で柱の位置がずれてしまったのでそのうち修正すると思います。そして低層階は撮影外でとりあえずここまで進めました。そして言わずもがな屋上はないです。こちらは名古屋三井ビルディング北館。そこまで大きくもないし有名な建物でもないと思いますが、ビル群のつながり的に作っておきたかったのでとりあえず大まかな形だけ作っておきます。そこまで広くない土地に無理やり高層的な建築物を建てるときにありがちなちょっといびつな形の建物になってます。都市部は土地が貴重なので微妙に使いづらい形状の外区にも無理やり高層ビルを建てたりすることはよくありますよね。このひしめき合ってる感じは個人的にはすごく好きですね。まあ周りの建物もちゃんと作らないと全然ひしめいてくれないんですけどね。いつになったら街をちゃんと作り込み始めるんでしょうか。今回最後のビルはモード学園スパイラルタワーズ。確か前回の動画のリクエストで一番いいねが多かった建築のはずです。マインクラフターへの嫌がらせ目的で作られたとしか考えられない名古屋のラスボス。というか下手したら日本の裏ボスかもしれません。これを設計した人は間違いなくマインクラフターを心から憎んでいたに違いありません。線らしきものも面らしきものもほとんどなくどこもうまく捉えられなかったので、ほぼ勘で作ってるような気分でした。まず勘で大まかな外側のぐるぐるの外壁を作り、そこから内側の芯みたいな部分を作りました。そしてその芯から取れる大まかなポイントを勘でつなぎつつ調整しなんとなくそれっぽい形状にしました。これで大まかな形状はできたものの、これらをうまいことつなぎつつ中も作る必要があり、この作業はコピーが全く使えないため1回ずつ順に手作業で作りました。1箇所も簡単な作業がなく本当に大変でしたがなんとかそれらしいものは作れました。ということで、今回は名駅周辺の高層ビルの大部分を作りました。他にも作りたい建物はいっぱいあったんですが、また別で作りたい動画ができそれを優先したかったので短めになってます。この動画が短い分これまでの動画か次回の動画を見てください。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。